田口さん、班長の部屋収録お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんかこう話しながらあまりにもスムーズすぎて僕が逆にこうリードされてる感じで非常にやりやすかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。どうでした？さあのしてみて。そうですね、やっぱインタビューを受けるの慣れてないんで、あのすごく緊張しました。いやいや、緊張してる感じ全くなかったです逆に僕みたいなしがないスタッフの話聞いて誰が見るのかなっていう、そこの不安だけですね。いやいや、内容としてはね、本当にもう裏話だとかいろんなこのここまでに至る話をたくさん聞かたので、逆に僕はいろんな勉強になったというか、非常にまあ見る方たちにとってもプラスになることも多いんじゃないかと思いますね。まあ、僕もちょっと気になったこと質問できたので良かったです、はい、そういう意味ではたくさんの方の視聴をお待ちしております。よろしくお願いします。お願いします。